人生よし。こんにちは。今人生という言葉を使ったんですけど、本来のね、僕の動画を前から見てくれてる人は分かってると思うんだけど、こういうチャンネル、おっさんのその人生訓をね、伝えたいということで始めたチャンネルなんですけど、最近はさ、その検証系が多くなっちゃって、っていうより、それはそれでみんな見てくれる人も多くて嬉しい限りなんだけど、たまたま気づいた時にね、検証し出したらそこにコメントがいっぱい入ってくれて、でこれはどうなのとかさ、ツイッターの方でもこれはどう思いますかとかさ、まあそこで発生してっていくつか出すことになってね、まあそれが続いちゃったっていうかね、まあそれはそれで嬉しくて、なんで嬉しいかっていうとさ、視聴のその年齢層がぐっと増えたんですよ。で、女性が 0% だったのがね、今4分の1ぐらいがね、女性になってるんですよ。まあこれはこれでさ、その分野としては見てくれる人がいてくれて嬉しいんでね。ただ本来のね、チャンネルはこのおっさんのね、人生訓。社内でもよく言うんだけど、GNO。GNO って何かっていうとさ、義理人情恩返しっていうことなんだよね。これをね、守りながらっていうか、それをモットーにサラリーマンを続けてきてんだよっていうことでさ。で、ここ1年ぐらい、まあ、国の仕事をやっててね、そのプレハブ宿で仕事をしてヘルメットかぶって作業着てこれを撮ってたっていうのが、ちょっとごめんね、もう自宅でさ芋焼酎をロックで飲みながら話してるんですけど、そういう中でね、国の仕事1年間だけ僕が、まあ、ある意味元請けって言葉でね、入札で取って、で僕はその会社の代表として、まあ、1人だけなんですけどね、その現場に赴任して、あとは下請けに任せる、1次下請け、2次下請け、3次下請けってあるんだけども、まあそのトップとしてね、僕が赴任させてもらって、まあ、1年ぐらいなんだけど、そこですごくね、いい出会いがあったという話なんですけども、僕はたかがね1年ぐらいだったんだけど、全然違う業界の仕事を受けようってさ、まあ下請けさんにやってもらうんだけども、まあある意味 100% やってもらってるようなもんなんで、あんま言っちゃいけないんだけどさ、こういうことは。で、下請けが一部ね、会社で多分社員も3000人ぐらいいるんじゃないのかな、そういうようなね、中でいろんな人と出会った中でさ、あ、この人素晴らしいな、こういう人になりたいなっていうね、なりたいなっていうかさ、こういう人素晴らしい、そういう人と出会えたってことがね、僕の一つの財産だよねっていう話をねしたいんだけど、ちょうど1年で区切りで、終わった仕事なんだけど、その時がちょうどその人が70歳で人生、サラリーマン人生ね、終えると。まあ、60歳で嘱託になって、なったのかな ?60 か、どの時点で嘱託になったかわかんないけども、僕が初めて名刺交換をさせてもらった時には、今、嘱託でやってます、ということで。で、第一次下請けの事務所がすぐ隣にあって、僕は所長という扱いを受けてたから、まあ、ある意味個室を与えられてくれてたんだけど、そのすぐ隣にね。で、そこに常時4人いたのかな、その4人のうちの1人は、今言ってる、これから話そうとする人なんだけど、まあ、誰かわかんないと思うけど、名前は本当は高橋さんなんでね。まあ、T さんでも高橋さんでもいいんだけど、私、食卓ですと。
で、上に現、上っていうか、現役にね、まだ僕よりみんな年上なんだけど、現役の50代の人たちがいて、で僕はみんなと名刺、当然全員と同時に名刺交換してるから、まあある程度、あ、一番年を取ってる方だなとか、こう中で、ただね、仕事をこうしてるうち何ヶ月かした時にね、ある時ね、僕はね、気づいたっていうか感じたことがあって、まあもちろんみんな仕事をね、やってるんだけど、その中で何かを仕事を頼んだ時にさ、まあそれがね、大したことないんだけど、たまたま現場で見かけた、ちょっとこれの報告書みたいの、出来高っていう言葉なんだけどさ、出来高のあれ欲しいんだよねっつってさ、ということをさ頼んだら、ちゃんとさ、なんちゅうかな、表とさ、すごい文章っていうか、すぐ目で分かるようなね、出来高がちゃんと何パーセント進んでますとかさ、まあこれはね、書式としてあるんだろうけど、それをね、パッと持って日頃ですぐね、どうですかって言って、あ、いや、ありがとうございますって言ったらさ、そのぴったり1ヶ月後に、1枚、また同じのをパッと何も言わずにさ、欲しいって言った前回の書類をね、持ってきてくれてさ、わーっと思ってさ、で、ちょっとコピー取らせてくれって。僕の、個室の方には、プレハブヤードの方にはなかったからさ、そしたらそれをね、いつも4枚取ったんですよ。それはまあ、ね、会社の本社に届けるのと、まあ僕の上司に届けるのと、社長に直接行くのとかさ、まあ、4枚必要だったんだけど、次からちゃんと4枚用意してくれて。で、なんだかんださ、一番おとなしいし、なんていうのかな、控えめな人だったんだけど、そういう中でね、こう見てると1年間付き合うとね、この人気配りがっていうかさ、要はさ、会社の若いやつも言うんだけど、1言って10、1を言うと10理解できるやつがいるんだよってさ。でね、やっぱり言われたことしかできないやつね、言われたことすらできないやつで、言われた以上にできるやつっていう言葉を言うんだけど、その人はまさしくね、1を言ったら10ね、もう言われたこと以上にできる人っていうのを感じ取ってさ、でやっぱ1年付き合うとさ、いろいろ歴史を聞いてくるとさ、その人ね、実はその役員だったらしい、役員ね、取締役を務めて、まあその下請けの嘱託としていたってさ、ああってやっぱ思ったね。こう、みんな世の中でさ、なんかとかさ、まあ言うのか分かんないよ、感じるっていうのか分かんないけど、やっぱね、その人に対してはね、感じたよね。ああ、こういう人素晴らしいなってさ。で、ちょっと前置きがすげえ長くなっちゃったんだけど、ちょっとね、ぜひ、実際こう、今のコロナ状況でさ、ね、仕事終わってから飲めるなんていうのがなくてさ、いや、ぜひ飲みたいんだって、あなたとねってさ、いう話をしてて、で、まあ、世の中今、ね、8時までしか飲めないとかさ、そんな時間じゃ飲む時間なんかないんだからさ、それでやりとりなんだけど、やっと本題に入るけどさ、まあ、ここね、こう、1年間、大変にお世話になりましたと。なんとかさんって最初は、これ僕の名前ね。で、年間、通じて同じ仕事でマンネリ化していましたが、ではね、私のおかげでっていうね、インパクトのある1年間でしたと。サラリーマン生活最後の1年でした。楽しく過ごせました。大変ありがとうございました。最後になんだろうけどさ、僕のね、ご健勝をお祈り申し上げますと。コロナが収束したらいっぱいやりましょう。ね、収束したらね。でね、僕より30歳、まあ、もう多分息子の年と一緒だよね、僕なんかね。こういう丁寧なのをさ、仕事終わって、
ね、こういうふうに僕を立ててくれてるっていうこともすごく紳士でしょ。でさ、刺激のある位置にありがとうございましたってね。まあさっき高橋さんって言っちゃったからさ、高橋さんの人生訓をね、ぜひ酒を飲みながらご教授ください、楽しみしてますっていうことをさ返事書いてるんだけども、まあなんていうのかな、僕の今このさっきの YouTube の視聴者層の中で女性が増えたっていうのももちろん嬉しいんだけども、それ以上にね、やっぱり今ね、僕より大先輩が見てくれてるんですよ。もう55歳から65歳かな、あと65歳以上とかさ、半分ぐらいがその人たちでさ、それってすごく嬉しいんだよ。大先輩がね、まあ僕のチャンネルに興味持ってくれてるってこと自体がすごく嬉しいからさ、あんま名前言っちゃうとまずいなとか思いながらこう喋るんだけども、そういう中でさ、ご教授願いますって言って、人生観を語るにはあと10年かかりそうですが、酔っ払っての話は大好きです。よろしくお願いします。こういうの返されちゃうとね、もう痺れるんだよ。仕事も関係なくなって、向こうも、もうなんていうの？引退をしてるし、もう向こうもね、下請けの立場なんてないんだから、もう。それが解除されてるのに、こういう気遣いのあるね、ことを言ってくれるってさ、中でさ。で、ちょっと日にちが空いちゃったのかな。で、相変わらずお元気でしょうかと。で、昨日でね、48年のサラリーマン人生終えましたと。で、まあ今現役のね、厨房のね、現場事務所の名前なんだけどさ、厨房の現場はね、今現役で残ってる人ね、まあ例えば王さんとしてさ、王さんの上に女性で、何々さんって、もうこの人会ったことないんだよね、僕はね、僕もいなくなっちゃったから、今日から着任していると。私がいなくなり、可愛い女性が入り、現場も活気づくと思います。落ち着いたら一杯やりましょう。連絡します。よろしくと。ね。で、僕の返事はこうね、お疲れ様でしたと。ご卒業おめでとうございます。現場に女性ですか？私はいつも準備 OK です。ね、いつも連絡ください。まあ、現場ね、今のご時世っていうか、バイタリティある女性もいるからさ、女性数も40ちょっと言ってるさかな。僕は会ったことないんでね、話だけ聞いてるんだけど。でもやっぱりね、男女平等って言いながら、給料もちゃんと、ね、上場企業だから男並みにもらえるんだけど、やっぱね、着替えの問題とか、トイレの問題とか、汗びっしょりかくでしょ、現場行くからさ。そういう問題ってやっぱ女性辛いよね、そういう部分ではね。うん、本当開き直るというか覚悟して、俺は男だぐらいに思ってないとダメかもしれないよね。でこの続きいくとさ、またちょっとしばらく空いて、お元気ですかと、ご無沙汰してます。で毎日が日曜日になり、まあ2週間ぐらいだよね、過ぎましたと。最初は落ち着かなかったですが、最近ね徐々に慣れてきました。女房と旅行や外食も自粛状態です。俺ね、こう70歳の人がさ、こういう絵をさ、使うってのもまたね、俺お茶目で大好きだよね、こういうのね。で、4月にやろうと思ったらね、ワクチン接種まで延期させてくださいと、よろしくお願いします。ね。なんか、この子。続きがちょっとあって切れちゃってるけど、ここからだね。まあもう現場離れたんだけど、現役で残ってる人たちからね、検査の件で連絡来るってさ、やっぱり頼りにされてるってことだよね。でまあ要は2週間ぐらい経ってるからさ、で配線って、まあ船を使う仕事をやってたからさ、まあこれはまあ関係ないんだけどさ、まあ引退して耐えられるとはね、さすがですねと。飲み会忙すとも大丈夫です。ワクチンを5本10ポットぶっ刺してください。健康ってビール片手にメールしてますっていうね。まあ、これ8時の返事だからさ、
あ、8時さ、もう飲んでるよ、僕家でね。今も飲んでるしさ。まあ、ということでさ、本当は姿を現して前のスタイルで撮りたかったんだけど、部屋で一人ごと見たくブツブツ喋ってるけどさ、こういう出会いをね、まあこの人と、ね、この方と、まあ、いずれはね飲む機会を得たいと思うんだけど、うちから電車でどうだろうな、1時間ぐらいかかるのかな、わかんないけど、ただね、こういう気遣いの人とか、やっぱりなんていうのね、さっき何年とかだ、38年だっけ、そういうね、人の人生観って本当聞きたくてさ、嫌われちゃったらさ、こんな誘ってくれないしね。まあ、こういうのね、すごく48年間だもんね。まあ、50年だよね。50年サラリーマンで働いてたこの人たちの考え方とか、子供にも言うんだけど、まあ、本読めと、本をね。で、何がいいかってさ、自叙伝、みんな本いろいろね、まあ、100% 本当だと思わないけど、自分が人生、この中の例えば48年のノウハウをさ、一冊の本でさ、ある意味読もうと思えば1日で読めるからさ、50年の人の生きた人生をさ、1日で吸収できるってさ、こんなすごいことないだろっていつも言ってるんですよね、子供にはね。だからこれを生で聞けるっていうのはさ、もうなんか酔っ払してさ、もう何でも言ってくれと、教えてくださいってさ、ほんと 100% 純粋に素直なね気持ちで聞くしさ、で僕もタイプ的にははいはい言う方じゃないからさ、ブラックジョークも混ぜながらさ、ね、酔っ払ってヘマこいただけでしょとかさ、そういう会話の中でさ、やっぱりそういう生きた男、生きてきた48年間サラリーマンで上場企業で役員まで上り詰めた人のね、その感性とかね、細かいやってきたこととかでもなくてさ、やっぱ感性だよね。で僕が感じたそのオーラっていうのはどこにあったのかとかさ、そういうものをね知りたいなと思って、ちょっとさ今日長話しすぎちゃってさ、どうなの、もう20分17分喋っちゃったね。まあ、ここまでね聞いてくれた方本当ありがとうございます。でこれとは別にね、ちょっと検証系が好きだった方にはね、まあ両方じゃないけど、今日スエズ運河のねエヴァグリーン会社に行ったんですよ、仕事でね。まあそこの映像をねスパイメガネで撮ったのがあるから、まあ大した話じゃないんだけどさ、現実はこうだよっていうね動画も上げようと思ってますんで、この辺で終わりにしようと思います。それでは人生よし。てめえ何時だと思ってんだ、起きろ。知ってるかい？もし知らねえって言うんだったら教えてやってもいい。マグロの。